俺ら2人とも学歴が低いから、うん、2人ともバカやけど、うんね、特にマサヤの方がちょっとバカで、まあそうなんよな実はな、うん、意外とな、まあ、俺のが高校3年間ちょっと勉強してたから、うん、だったからその分だけバカで、うん、でなんか一回大阪の時ライブでなんかマサヤがアホやみたいないじりされてて、うん、誰がアホやねんみたいなアホな会社をしててもうアホやん恥ずかしいっていうアホな会社ずっとしてて、うん、それがなんか面白かって、うん、でなんか漢字とかわからんやろみたいな、うん、なんかはぁ、あ、何でもわかるしみたいな感じ言うから、うん、ある先輩が1個目に割とむずいやつって、うん、なんか三六って分かるかお前みたいな、なんてだって、うん、なんか富士三六とかあるやん、あ三六って分かるかって言ったら十八やって言ってお前それサブ六三かけ六してるお前アホやそうそうそう分からんよ三六だけじゃ十八や三六だけじゃ分からんもんあんのそんで俺もあちょっと頼りになるお兄ちゃん持ったなどこがやんのどこが頼りになるのいいお兄ちゃん持ったなと思ったどこがやんの